こんにちは。1日1分社長の三田町。本日は、人は見た目が9割ということでお話したいと思います。まあ私の、こんな格好で、外で会えば、経営コンサルタントだとはどっからでも誰か見ても分かりません。しかし、私は、セミナーですとか、研修、そういったところでは、必ず紺のピンストライプのスーツと赤いネクタイという格好でいます。先生らしい格好ですね。これで皆さんの前に出ることにより、私の言うこと一言一言の伝わり方が違ってきます。皆さんもその職業に応じた、らしさというものが望まれると思います。自分がしたい格好ではなく、人は見た目が基本ということをもう一度思い起こして、らしい格好、ぽい格好にしてみるのも、一工夫だと思います。